ペーパーボーイマナ夏の引力は2012年のアメリカ合衆国のスリラー映画である。出演はマシューマコノヒー、ザック・エフロン、ジョン・キュー・ザック、ニコール・キットマン、監督はリー・ダニエルズであり、ピート・デクスターによる1995年の小説、ペーパーボーイを原作としている。第65回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、パルムドールを争った。 カッコ内は日本語吹き替え第65回カンヌ、国際映画祭でプロモーションを行うニコール・キットマン、リー・ダニエルズ、ザック・エフロン。ロッテン・トマトズでは136件のレビューで、支持率は44%である。メタクレティックでは39件のレビューで、過重平均値は65、100である。ザ・エ v クラブでは2012年最悪の映画として挙げられた。 ザニューヨーカーのマイケル・シュルマンは非常に安っぽく無意味と評した。最も絶賛されたのはシャーロット・ブレスを演じたニコール・キッドマンでゴールデングローブ賞や全米映画俳優組合賞にノミネートされた。ありがとうございます。